ベンチやるってなった時にどこから決めていきますか。ライン固めて親指決めて小指から握る。そうすると一番ポジションが定まってくるんで、使う方が動作も安定するし、強度やっぱ純粋に上げやすいところはあるんで。皆さんこんにちは、相澤隼人です。今日はですね、あずささんのチームで場所をお借りして動画を撮影しております。今日はね、ベンチプレスの解説動画ということで、ベンチプレスとダンベルプレスの違いっていうのを大体2年前ぐらいに出させていただいたんですけど、まあそこから自分もトレーナーとして活動させていただいたりとか、自分で勉強していく中でまあいろんな発見があったりとか、前回の動画は違いってところだったんですけど、今回はベンチプレスのまあ解説っていうところで、実際に自分が行っているものを気をつけてるポイントなどお話しできればなというふうに思いますので、ぜひ最後の動画のご視聴よろしくお願いします。そこで聞いてみると、はい、初心者の方にもおすすめできる本です。体が動けばです。だからそこがまずは前提になるんで、正直やっぱ評価してもらわないとそれができてるできてないっていうのは分かんないんで、動画を見てイメージで真似していただくのはいいんですけど、できたらちゃんと見れる人に見てもらうのがまあ一番かなっていうのは。今からやってくれるのは、今隼人君がやってるベンチプレス、今の中の完成形というか、お客さんにもこういう風にやってるよってところをポイントを押さえてやっていければいいかなというふうに思います。最初、基本のセッティングっていうところからいいですか。ラックの高さなんですけど、目安としてはラックアップするときにバーベルの位置が低すぎると肘の曲がる角度強くなるんで、肩をはめるっていう動きがしづらくなるんですよ。イメージ的には腕で押し上げないといけない。逆に伸びすぎると、ラックアップするときにこれも肩、なんか抜けてくるんで、ラックアップするときは、バーベルを前に押すっていうかは、自分が下がって、肘がスッてさせるぐらいの高さに設定するような感じでございます。あとセーフティーは、潰れたときは首のここの隙間の方に持ってくるんで、大丈夫なところにセーフティーバーを設置するような感じでございます。ちょっとね、これラックが特殊で。そうですね、マルチラックなので。普通のジムにあるのと違いますし、バーベルも若干短いので、はい、まあ、その辺だけ普段皆さんジムにある設備で考えていただけたらというところですね。ベンチやるってなった時にどこから決めていきますか。体幹から。体幹から、はい、基本的には体幹部から固めていくんで、この状態で一度ふーっと息吐いて、肋骨のポジションが軽く内側にしまった状態、まあ、よくある、まあ、ベンチのエラーを説明した方がいいかなと。体がもう全部開きすぎちゃって、背中ばっか力入って、逆にお腹周り向けることあるんで、最初に体幹部を決めてあげて、体幹部の特に表面が入ってる状態で胸の動きを作っていく。イメージ的には大胸筋上部と顎の位置を近づけていくような感じ。そうすると肩がイメージ落ちて、まあ、肩甲骨はそれによって軽く寄ってくるような感じ。肩甲骨をまあ寄せるっていうふうにニュアンス的に言う方もいるんですけど、肩甲骨は寄せるもんじゃなくてイメージで寄るものみたいな感じですね。背骨の動きがあったら勝手に下がってちょっと寄ってくるので、寄せるっていうか寄るものみたいなイメージで捉えてもらえるといいかなと思います。で、その時にお腹がしっかり力入ってるまま、寝る位置を決めます。寝る位置に関しては、このまま手を前習いぐらいしていただいて、ちょっと鎖骨の上ぐらいにバーベルが来ると思う。で、目線のすぐ下にバーベルがあると、ガッカッとするときに脇の下を開いて、腕が内側にひねられた状態から上げるのに肩を落ちても危ないです。目安としては、お腹締めて、こっちから捨てて、前習い下ぐらいの位置で寝てもらえればいいと思います。ただ、インタイムとかこういうラックの場合は爪が長いんで、ちょっとそこは微調整してください。体幹部を固めてるまま、今度足ついていきます。足裏全体について、今これつま先ちょっと外側向いてる感じなんですけど、イメージには太ももの骨と同じ角度のつま先の向きを設定してあります。その状態で軽くまあお尻と内ももを締めるような感じで、上方向に力を入れて体幹部が固まる、そのままバーベルを持ちます。で、そこからラックアップするときは自分が下がるようなイメージで肘をちょんって伸ばす。そうすると重さが体幹部に持ってくるんで、呼吸してもらって、体幹固めて、下ろして、ちょんって肘を伸ばす感じ。固めて、イメージはこんな感じでやってます。よくベンチプレスって前腕が地面に対して垂直に立つように握ってくださいみたいな言うじゃないですか。これがちょっと早とる開き気味だったのか、はい、これは何かあるんですか。下げ切った時は外じゃないと肘の屈曲強くなるん でスティッキングポイントで90度ぐらいです。そこから上げるような感じです。ベンチの決め方は胸が上がって手の幅を決めるときにバーベル持ってると思ってそのままスッて下ろすとこの幅で握るようになる。ここで握ってあげると無理のない肩関節と肘の動きでできるので、そこから指一本狭いと肘の曲がり強くなって腕がやっぱ来やすいですし、指一本広くなると肩の方に負担がかかるのと、まあ、不安定性になってくるので
で、競技ベンチとかの場合はちょっとそこまた違うと思うんですけど、ベーシックな考え方でそこでやってます。ダンベルプレスとかだと、ずっとこう垂直ポジション、はい、保ちやすいと思う、はい、ベンチだとこう1個握ったら握る位置は動作中変えられないから、はいはい、自分に合ったポジションを選ぶことから、まあ、まず1個難しいところというか、そうですね、上げてバー持たないでスッて下げて、肩も肘も無理なく下がったなってところから持ってもらえるのが一つ基準にはなりやすいと。よくベンチプレスやってる人で肩痛くなっちゃうとかいう人いると思うんですけど、それって何が原因になりやすいとかありますか？まあいくつか理由は考えられると思うんですけど、胸の後ろにある背骨が動いてないところと、手首が立ってしまってるパターンが大体多いかなと思います。まあ肩に負担がかかるところでは三角筋に軸がずれてるような感じなんで、イメージのところ大胸筋のど真ん中からこうついてるんで、ベンチみたいに手の幅変わらないバーベル持つと内側にこうスッて入ってくるんですけど、胸郭がしっかりこう動いてないっていうか、まあ平坦だったり、もともと肩幅がすごい広かったりすると軸が真ん中じゃなくて外側にずれるんで、そうすると極端にこうなんです、パンチみたいな動きになっちゃったりとかっていう風になると肩の痛みが出てくるので、仮に胸郭がある程度上がってても手首がちゃんと寝てなくてこうなると肘が外にこうグッてずれるんで、そうするとやっぱこういう動きになってくる。でそもそも胸上がってない人はそもそも軸外側になるんで、こういう動きになるのは肩痛める。大体このパターンが多いんじゃないかな。ハヤト君が考えるベストな握りっていうのを、はい、ちょっとアップで見せてもらっていいですか？指重ねて、親指決めて小指側から傾けてます。結構見るのはやっぱこうですよ。この状態だとそもそもこう肘の位置を見てもらえれば分かると思うんですけど、外にずれるってことは肩が内にひねられるような動きになるので、どうしても肩は負担かかるなっていうのがある。これが逆に指先になりすぎちゃって、こうなりすぎても今度手首の方も返る動き強くなるんで、まあこれはこれで手首が安定したんだから、自分なりにずっとやってって思うのはライン固めて親指決めて小指から握る。そうすると一番ポジションが定まってくるんで、手首はまあ寝ないといけないですよね。よく立たせるっていう人もいらっしゃるんですけど、ちょっとそこはどうなのかなと。グリップ握ってる時に一番バーベルの重心がかかってるので、手のひらでいうとど真ん中でその下に肘があるっていうイメージです。これがさっき言った指先になりすぎると重さがここにかかるので、この長さが長いと手首に負担かかるし、小手とかの硬い部分ここに乗せようとするとそもそもちゃんと握れないっていうのもあるので、サブリンスにすると今度肘が締まる形になる、なんか3頭めっちゃ来ちゃったりとかっていうのもあるので、手のひらのど真ん中ってところでその下に肘がちゃんといてくれるっていうイメージですね。最初にリストラップ巻いてからベンチやる人と、はい、ギア使わないでやる人っているんですか？はい、隼人君的にはどっちの方がいいとか、もしくは使うんだったらどのタイミング、どの収縮度になってから使った方がいいとか。自分は結論使います。使うんですけど、アップの段階は使わないです。で、メインの1セット前から使い始めるような感じ。で、ギアは全部そうです。ベルトも、ピストラップも、基本的には、メインの重量の時に同じ条件下で、やっぱ動かないといけないので、メインの1セット前は、ギア、ピストラップなり、ベルトなりつけていただいていいんですけど、例えば、100キロでメインやる人は、自分の場合だったら60、80、90、100ってやらせるんですけど、60、80はどちらかというと、動きの確認と、自分の体幹がちゃんと使えるかっていうところの、まずセッティングっていうのをやって、90は重さ慣れて、100でメインみたいなイメージでやってるんで、アップの1セット目から使わないです。それどの種目も全部考え方は同じです。初心者の人が初めてのベンチプレスやりますか、はい、言い切れないですけど使わなくてもできるようにしないといけないなとは思います。それができた上で補充量をきちんと扱うために補助として使っていく。ギアはそういうもんじゃないかな。サプリメントもそうですね。食事があってのサプリメントなんで、ギアも自分の体がちゃんと適正に動いて自分で支えられる上での重りが100キロ、150キロになった時にデッドリフト持ったらこの握力で200キロ支えろって、それはまあ無理なんで、そういう時にまあギアは使うもんじゃないかなというか、体力レベルを上げた上で使う方がやっぱいいんじゃないかなと。リストラップだと長さもいろいろあったり、ソフトタイプ、ハードタイプみたいな、速いとかどういう。自分は SBD のフレキシブルなんで、フレキシブルのもう一個硬いのがあるんですけど、あれだと今度手首が寝ないんですよね。よくこれもあるのが、硬いリストラップを、例えばベンチプレス50キロとか40キロでやってるけど、使っちゃうパターンの人は、逆に手首寝ないと肩はまり悪くなるんで、危ないのかなとは思います。だからそこはなんか重量によってちょっとずつ硬さ変えるっていう方が適正なのかなっていうのは。手首は返りすぎも良くないし、立ちすぎも良くないんで、弱すぎるリストラップで150キロのベンチだと明らかに手首に対してやっぱ保護力って弱いと思う。それはやめた方がいいし、30キロとかバーだけしかやらないのに、パワーリフティング用のガッチガチの100センチとかのやつ使っちゃうのもそれはそれでどうなのかなと思うので、自分の関節の強さと使用重量によってちょっと変えた方がいいかな。
よくベンチプレスで肩の怪我同様に言われるのが、三頭筋の方に力が入っちゃって、はいはい、うまく胸をゴールアウトしきれないっていうご意見もあると思うんですけど、はい、そういう場合は何が原因として考えられますか？軸がまず外側にずれてるところは一つあるのかなと思います。肩も三頭筋も基本的にど真ん中じゃなくて外側から付着してる筋肉なんで、まあ、視点がそもそもずれてれば肩と三頭にまずなるっていうのが一つ考えられる理由で、もう一つはまあ純粋に手の幅が狭いっていうところで、手の幅が狭くなればなる肩の動きっていうよりかは肘を畳むような動きが強くなるんで、どうしても上腕三頭筋の方がやっぱ強くなる。あと角に手首が返ってるってところも、手首が返れば返るほど肘が締まるような動き強くなってくるんで、まあ、三頭筋の動きが強くなってくるんで、大体その3つが考えられるんじゃないかなとは思うんですけど、マニアックな話で言うと、ベンチ高い時ってブリッジ作りやすい、逆にこう低めのベンチだとブリッジが作りにくくて、はい、ベンチの高さって結構重要なのかなと、はい、もし選べるのであればどういったベンチの高さが理想とか選ぶ基準とか。足を下についた時に骨盤が前傾しすぎない高さっていうのがやっぱり理想だと思う。最初に決めるのが体幹なんで、膝落ちからじゃあ骨盤までの距離感が変わらずに足をつける位置だったらいいと思うんですけど、まあ、それが筋肉の硬さで大体直筋とか長筋すごい硬くて、足後ろについたらもう骨盤のとこを持ってかれちゃって、そうすると結局お腹伸びちゃってっていうのであればコンディショニングで直した方がいいと思います。ただ明らかに競技用のベンチ一回使ったことあるんですけど、高いんで女性がやろうとすると多分足つくと柔軟性あっても多分骨盤持ってかれるような気はするんで、そういう場合は低めの方が理想だよねとは言えるんですけど、実施する人の筋肉の柔軟性、特に股関節周りの柔軟性によって変わるかなっていうのはありますね。上半身はそこまで高さによって変わんないんですけど、股関節から足までのこの距離感とここの柔軟性っていうところでベンチ台の高さでやりやすさやりづらさ変わってくるような感じはあります。さっきの本を見てたら、はい、本当に胸の対称筋を意識して基本そこしか筋収縮はしてない動きだったっていうふうに見て取れたんですけど、はい、人によってはレッグドライブで足から力を連発して、はい、特に高重量になってくると、はい、ボトムから切り返すとか筋出力をしているフォームの人もいるじゃん、はい、ハヤト君的にはレッグドライブは使わない？ドライブはそもそも使わないと難しいなと思います。ベンチのイメージは足の床を蹴る反力を体方向に伝えてって、バーの押すイメージは体に対して前じゃなくてちょっと下ですよね。胸が上がってれば必然的にこう下になるんで、でそれをぶつけ合って真上にスーって上がっていくようなイメージ、なんかそんな感じです。なんでドライブはそもそも使う方が、まあ重さも上がるし動作も安定するし強度やっぱ純粋に上げやすいところはあるんで、ベンチはそういう扱いでいいんじゃないかなと。ウォームアップの時点でもハイレベルの時点でも変わらず使っていく、はい、ウォームアップの時は足で踏んどくだけって感じです。実際ドライブかけるのは常に5割から7割ぐらい踏んどいて、スティッキングできつい時にギューってこうかけていくような感じなので、アップの段階は使ってないですけど、ね、ただちゃんと踏む感覚はやるようにはしてます。ベンチの動作の中で下ろす時と上げる時の、はい、ハヤト君の実際の動くスピードを見せてもらって。あ、大丈夫です。はい、上げるときはスッと上げる感じ。上げるときはスッと上げる。思いっきり爆発的な出力を持っていくっていう感じです。おっしゃるとおりです。ウォームアップからずっとそのスピード、ずっとそのスピードでやります。で胸にもしっかりつけるとこまで行ってたり、はい、あ、つけるとこまで行ってついたタイミングで爆発的に力を入れていくような感じです、はい、これはまあどういう人でも初心者の人もおすすめできるスピードですか、はい、動作が安定すればっていうのはあります。どちらかというとちょっとアスリート寄りになってくるのかなとは思うんですけど、ただ対象筋を意識してゆっくりにするって、特にベンチとか手の幅変わらない複合種目においては逆にそっちの方がやりづらいんじゃないかなとは思うんですよね。坂道を車で登るときに自分でブレーキ踏んでアクセル踏んでる感じです。ダンベルぐらいとかペックぐらいだったら別にそういう単関節の運動だったら全然いいんじゃないかなと思うんですけど、ベンチの場合は頭の先から足の先までを全部こう歯車噛み合わせて出力をパコンと出していく。ハヤト君のベンチプレスに求める目的っていうことでいうと、はい、大胸筋の筋肥大のみに、例えば三角筋の全部とか、はい、三頭筋もある程度使ってもいいっていう考えで、はい、全身に使ったベンチだとか、なるべく対象筋は胸だけで、はい、前者ですかね。もし対象筋だけの動きで筋肥大するんだったら、じゃあペックフライだけやっとけばいいんじゃないってなるんですけど、みんなベンチやるじゃないですか。じゃあなんでやるのってなったら、強度が求めやすいところはなんか一番あるのかなと思うんで、動きができればっていうところ前提ですけど。一通り、ハヤト君のベンチプレス、共有できたなと思うんですけど、
最後にこれも多分よくある質問で、普段何セット何回でやってるとか、はい、簡単なセットの組み方のところと、あとは重量を上げていく場合何か基準があったら。あくまで自分のっていうところが前提で話させていただくと、一番こう体に問題なく怪我とかもなくできてるときは大体4回から6回っていう感じをメインのセットにしています。で、回数を決めることはほぼなくて、4回から6回の中で限界を迎えられるぐらいの重量設定でやるっていうところをやってます。セット数としては3ですかね。4やるとちょっと後半もう力が出なくなってくるんで、逆に4できないなっていうのはすごく感じます、ね、重量を前回も上げるって話す基準は、はい、6がちゃんとできたらって感じです。でも重さって持たないと持てるようにならないんで、例えば50キロの人が55キロやるのと、120キロでいっぱいいっぱいの人が125キロやる、同じ5キロでも感じ方って圧倒的に違うと思うんですよ。自分の場合は本当にちゃんとできたなって思った時しか上げないんですけど、始めたての人だったら最大の回数いったらもう上げちゃっていいんじゃないかなと、はい、思います。ということで今日はベンチプレスのフォーム解説というところでやらせていただきました。ファーストの時はもっと細かくその人に合わせてアジャストしていくような形なんで、もし気になる方でもぜひ来てください。大胸筋のトレーニングでベンチプレスは結構軸となる種目だなというふうに思ってるので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。今日も最後まで動画のご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。